にちは。ライフナビゲーターの桑田和子です。今日からこの新しい本を読んでいきたいと思います。本の感想ライブですね。今日は、伊藤丈一さん、ジョイさんのテクノロジーが予測する未来、Web3、メタバース、NFT で世界はこうなるというサブタイトルがついておりますが、この帯にはですね、全人類不可避、破壊的ゲームチェンジに備える63のヒント、これ編集の方がつけられたんだと思うんですけれども、全てが大展開する時代をサバイブせよということで、働き方とか文化、アイデンティティ、教育、民主主義、いろいろこう変わっていくという、まあ、予測のもとにですね、まあ、それにどう備えていくのかということで、Web3 とかね、NFT とかメタバースとか DAO とか、なんか新しい言葉いっぱい入ってきてるじゃないですか、最近。で、私もよくこの Web3 関係のポッドキャストとかをいろいろ聞いてるんですけれども、もう最初のうち、この人たちは日本語喋ってるんだろうかって思うくらいに知らない単語だらけで、ただまあ何回か聞いていくと大体こういうことを言ってるのかなみたいなイメージは湧くんですけれども、この本一冊読むとね、結構いろんなことが詳しく書いてあるので、とても、なんていうか、入門書としてすごくよく書かれていらっしゃいますし、あとまあ別にその、初歩的なことはもう分かってるからいいんだよという方にとってもですね、やっぱりジョイさんすごいですよね。本当にやっぱりその Web3 が一体どういうことなのか、本質的にどんなものであって、それによって世界がどう変わっていく可能性があるのか、可能性ですね、必ずそうなるというわけではないので、その可能性についてこう書かれているので、ぜひぜひお買い求めくださいって、なんかテレフォンショッピングみたいになってますけど、今日は序章のところを、読んだ感想をやっていきたいんですが、すいません、聞いちゃった。はい、序章はですね、このサブタイトルにもなっている Web3、メタバース、NFT で世界はこうなるという序章のタイトルなんですが、まあ、インターネットができて、最初は軍関係とか大学とか、そういう研究所とか、そういうところで、まあ、使われていって、でそれがまあ一般にも公開されるようになったんですけれども、インターネットゼロの時期、Web1.0 のもっと前ですね、インターネットが始まった頃っていうのは、まあ、それまでやっぱり電話会社ですよね。電話会社が回線を独占していて、日本だったら NTT が独占していたんですけれども、それにインターネットができたことによって、まあ、それをもうちょっと開放しなさいみたいなのもあって、電話会社がひっくり返されましたと。で、まあ、そうやって Web1.0、2.0、Web3 となっていくたびに、いろんなものがひっくり返されてきているわけなんですが、Web1.0 の時には、そうですね、一般人もこう使うようになった90年代後半とかですかね、Windows95 が出て一般の人も使うようになったけれども、まだまだやっぱり回線がすごく遅かったり、お金がかかってしまうというので、ポータルサイト、まあ、Yahoo とかそういったものですね、ポータルサイトができて、まあ、そこにみんながこうアクセスをしていくようになって、 e コマースとか、あとは検索、 Google 検索とかもできてきたりとかして、ウェブを通じて、まあ、個人対個人というよりも、まあ、そういう大きなところ対個人っていうのがつながっていって、もちろんこう個人でね、掲示板を作ったりとか、ホームページ作ったり、私もやってましたが、ホームページビルダーみたいなのを使って作ったりとかしていましたが、まあ、そこでひっくり返されたものというのはメディアと広告業界、それまでは大手メディアとかね、広告代理店とか、そういったところが間に入ってきて、まあ、高いお金を払って広告を出していただくという形、もちろん今も残ってるんですけれども、それがもっと直接できるようになったということですね。そして Web2.0 は今度は SNS で双方向、個人も発信ができるようになって、で、まあ、それから、いろいろ回線も早くなって、 YouTube とか動画もこうね、YouTube なんかに置けるようになったりとかして、で、まあ、そこからコメントが入ってきたりとか、やり取りが双方向でできるようになっていったっていうことがあります。で、あとはね、口コミサイト、食べログみたいなやつですよね、ああいうのもこの Web2.0 でどんどん出ていって、なんでしょうね、
化粧品の口コミサイトとかね、価格 .com とかもいろいろありますけれども、そこにこうレビューをね、みんなが一般の人が書き込んでいくことによって、そのレビューを見て、じゃあそのお店行こうかなとか、じゃあこれ買おうかなっていうふうに思うような人が増えていきました。で、私も今年結構ね、クリニックを新しいところにしようと思って、もうずっとその病院なんかも口コミがもうすごい出ているんで、その口コミを見たりとかして、あとはね、レストラン選ぶときなんかもやっぱりそういうふうにして選んでいます。で、じゃあそれは1対1のこう、SNS なんかもやり取りなんですけれども、実はこれをそのプラットフォーマーがユーザーを囲い込んでるわけですよね。例えば Facebook だったらメタ社が囲い込んでいて、そこで広告収入でやっていくとか、 YouTube なんかもこういろんな動画を、YouTuber の皆さん出してるわけなんですけれども、その動画を個人のものなんだけれども、実は権利を持っているのは YouTube 側であって、で、何か気に入らないことが、気に入らないって言ったらダメですね、何か規約に反することがあったらバンされてしまうとか、一気に削除されてしまうみたいなことが起こっています。ですから、こう1対1でやっているように見えて、実はプラットフォーマーがユーザーを囲い込んでいるっていうのが Web2.0 の時代ですね。まあもちろん今もそうなんですけれども、そして今度 Web3 がこれからどんどん広まっていった時にどうなっていくかというと、分散的っていうのが Web3 のすごい特徴で、プラットフォームが、完全には別になくならないんですけど、だんだん力を失っていくんではないかということです。で、このメリット、Web3 も別にいいことばかりではないので、メリット、デメリットっていうのがここの本の29ページに書かれて表になっているので、ぜひ読んでみてください。他にはですね、経済圏の話ですね。フィアットエコノミーとクリプトエコノミーということで、フィアットエコノミーというのは普段私たちが普通に使っている円とかドルとか、そういう法定通貨のところです。で、クリプトエコノミーというのは暗号資産で、仮想通貨とかブロック、トークンとかですね。で、その種類なんかもまたここにこうすごい詳しく書いてあるので、ちょっと説明は私は無理なんで、ぜひ読んでください。で、2022年がWeb3 元年って言われてるんですけれども、急に始まったわけではなくて、ブロックチェーンの技術理論っていうのは2009年の1月に発表されてるんですね。で、そこから2016年ぐらいまでの間が、ビットコインの創世期ということで、最初の頃に持っていた人っていうのはもう本当に送り火とかいっぱい出たみたいに言われてるんですけれども、話題になってテレビとかでもコマーシャルされるようになったのは2017年頃だったと思います。もうすごい話題になって、私もその時にちょっと いくつかのコイン、ビットコインと他にも なんか流出しちゃったやつネモでしたっけとか、なんかいろいろ買いました。少額ですけど試しに持ってみようというので買いました。で、2021年は NFT に注目が集まりました。なんかデジタルアートがすごい金額で売れたみたいな、なんかオークションでね、なんかそれがニュースになって、小学生の男の子が夏休みの課題的な感じで作ったデジタルアート、ゾンビ2とかがすごい結構高い値段で取引されたみたいなこともあって話題になりました。で、すごいブレイクしたんですね。で、この2022年から実際本格的に Web3 の時代が始まった元年だというふうに言われています。で、クリプトエコノミー、さっき言ったその暗号資産、そのエコノミーにすごい大量の資産がね流れ込んでるんですね。コロナの救済策として、各国がものすごいお金を吸ってお金が余っている状態になったっていうのもあったりして、すごい流れ込んで、 でも今もなんかすごい下がってますよね。ビットコインもイーサリアムもすごい下がってるんですけど、でも株も下がってるし、円もすごい安くなってるしみたいな、なんかもうこんな感じなんですけれども、ただ一度こうクリプトエコノミーの側に流れ込んだ資金っていうのは、フィアットエコノミーにちょっと戻りにくいんですね。特に日本の場合は税金がすごく高いので、クリプトエコノミーの中で循環するとか、
Web3 系で起業する人は海外でね、シンガポールとかで会社を作るとか、税金が安いところにこう流れていってるっていうのがあります。まあ、それで、まあ、岸田政権はやっぱりこの Web3 とかそういったところに力を入れていって、まあ、税率を変えていくとかっていうことをやろうというふうに言っております。ただ岸田さんが何か言うたびにすごい株価が下がったりとかして、もう円は岸田コインってなんか揶揄されるぐらいになってるんですけれども、まあ、なんで支持率高いんでしょうねとちょっとつぶやいてみました。はい。で、Web3 はトークンが行き交う世界ということで、まあ、さまざまなトークンがあるんですけれども、まあ、その説明もここに書いてあります。ファンジブルトークン、大体可能な、なんか唯一無二ではない。まあね、1万円札とかこれが特別な1万円札だっていうことじゃなくて交換できますよね、まあ、そういうファンジブルトークンというので、そこにはステーブルコインとかペイメントトークンとか、まあ、通貨のようなもの、それからガバナンストークンといって証券的なものもあります。で、ファンジブルトークン大体可能なものと、もう一つが NFT みたいなノンファンジブルトークンということで、大体が不可能なものっていうのがあります。で、あとね、すごい面白いなと思ったのが、ビットコインとイーサリアムっていうのは、なんか、あんまりよく知らない人にとっては、まあ、仮想通貨でしょ？暗号資産なんでしょ？みたいな、こうなんか、ちょっと種類が違うだけの暗号通貨、暗号資産って思われてると思うんですが、そもそもの設計思想が違うと。それ、ビットコイン派、イーサリアム派みたいなのもあるらしくって、ビットコインの方は通貨でしかないんですね、基本的には。で、イーサリアムはコミュニティありきで、何か問題が起きた時どうするかっていうので、ビットコイン派というのが、ビットコインの思想っていうのは、問題が起きないように厳しく設計をするっていう、そういう思想みたいです。で、イーサリアムの場合は何か問題が起きたらコミュニティで相談して解決をしようということで、なんかいろいろ自由にいろんなことができるっていうことなんですね。で、なのでやっぱコミュニティがないとダメっていうことで、Web3 っていうのはやっぱりイーサリアムがあってこう始まっていく。ビットコインだけでは通貨としての役割みたいなものに限定されてしまうので、イーサリアムができて、その思想の上にいろんなものが今乗っかってきているということです。で、Web 1.0 からこう見ていく中で、Web 1.0 っていうのは読むことができるっていう時代だったと。で、Web 2.0 っていうのは書くとか、まあ、発信するっていうのかな。そういうことができる。で、Web 3は、伊藤さんはこう、ジョインするっていう、所有することができるっていうふうにね、NFT とか言われがちだけれども、本質的には参加することができるっていうのが Web3 の特徴だというふうに書かれています。で、まあ、だから NFT ってデジタルアートの所有というところでそれを理解するとか、そういうイメージが非常についてしまってるんですが、もちろんそれもあるけれども、それだけではなくて、先ほど言ったようなコミュニティですね、コミュニティへの参加権だったり会員証のようなものだったり、それを持っている、その NFT を持っているからこのパーティーに参加できるとか、なんかこのイベントに入っていくことができるみたいな、なんでしょうね、そのコミュニティの中での発言権だったりね、DAO の中での投票権だったり、そういったものになっていく、そういうものなんだというお話でした。で、じゃあ Web3 の世界って実際今後どうなっていくのかって、まだ本当に始まったばかりで、可能性はすごくいろいろあるわけですよね。もう希望なのか、もう分散型だから、すごく自由な平等、自由で平等な世界を作るのに、なんか役立つような、テクノロジーなんじゃないかっていうふうにも思えるんですけれども、まあいつの時代もテクノロジーはどうなっても、良い風に使う人もいれば、自分たちが儲けるための悪事に使う人とかがいっぱいいるわけですよね。だからやっぱり実際どうなっていくのかというのは、人々が何を求めるのかで、どう作っていくのかっていうことですね。で、まあ、伊藤さん書かれているのは、 Z 世代と言われる今のすごい若い人たちっていうのは、そんなにこう、なんでしょうね、
バブル世代とかとはなんか全然違って、そんなにこう所有欲もないし、なんていう環境に対しての意識とかもすごく高いし、持続可能性とかっていうものをなんかこう社長がって考えるんじゃなくて、当たり前にそこを考えているというところで、世代交代が進んでこの Z 世代の人たちがいろんなことをやっていくようになると、まあ、それと Web3 っていうのは非常に相性がいいんじゃないかなっていうのは私も思っているところです。はい、今回はこれ、序章のところを読んだ感想をお話ししました。また、次回から第1章、第2章というふうに読んでいきたいと思います。こちらですね、 SB 新書で、990円プラス税ですので、皆さんよかったら読んでみてください。それではまた。